もう生地もね、すごい綺麗なね、断層になっててね。こんにちは、至福のお取り寄せチャンネルの小杖です。今日ご紹介するお取り寄せ品はベストお取り寄せ大賞で3年連続グランプリを獲得した、家で焼きたてが食べられるクロワッサンです。ムーランジュリーカルバさんのプラチナクロワッサンです。鎌倉にあるパンとスイーツのお店なんですけれども、こちらの商品実は生地のまま自宅に届くんですよ。で、それを自宅のオーブンに入れていただいて焼くと、出来たてのクロワッサンを食べることができるんです。しかもお取り寄せネットでは年に1回ベストお取り寄せ大賞というお取り寄せのグランプリを決めようと企画を行ってるんですけれども、そちらでなんと3年連続グランプリを受賞して殿堂入りした人気の商品なんです。今年のベストお取り寄せ大賞も現在投票を受付しております。皆さんの投票でグランプリが決まりますので、ぜひぜひ皆さんの投票お待ちしております。こちら可愛い箱に入った状態で届きます。じゃん、じゃん。もうね、こんな感じ。袋にクロワッサンが生地のまま入ってるんですよ。で、これ冷凍で届きます。あとはこの焼き方の紙ですね。天板の上にクッキングシートを敷いて、ここに生地を並べていきます。で、家庭用のオーブンだと4つがちょうどいいらしいので、焼ける前のクロワッサンです。オーブントースターではないので、オーブンで焼いてください。ちょっと焦げ、オーブントースターだと焦げてしまうので。4つだからこんな感じですかね。ちょっと膨らむと思うので、ある程度ちょっと間隔を空けて、この状態で自然解凍で、15分から30分ほど解凍します。200度に設定をして、温まったらこちらを入れて、15分から20分ほど焼くだけです。各家庭でオーブンの機能ってちょっと違うと思うので、15分経たずに焼けてしまうとちょっと温度が高すぎるかなっていう感じなので、ちょっと15分以降は様子を見ながら焼いてみてください。焼き上がりました。もうすっごいバターのいい香りがしてて、もうね、焼いてる途中からもうキッチン中がこのね、バターのいい香りで、もうパン屋さんにいるみたいな香りがずっとしてて、ね、ずっと幸せだったんです。もうね、綺麗にふっくら膨らんでいて、もう生地もね、すごい綺麗なね、断層になっててね、もう見るからに美味しそう。周りがもうパリパリサクサクなんですよ。ですけど、中はね、もちもちとしてるくらい、すごいしっとりしていて、すっごい美味しいんです。このもう、綺麗にね、層になってるの。すごい、これが家で焼けるのすごい。やっぱりバターの香りがすごくいいので、しかもその甘みっていうのも生地にあるんですね。あ、めちゃめちゃ甘いってわけじゃないかな。なんか上品に甘い感じの生地になっているので、これ朝食とかすごい、コーヒーと合わせてね、すごい贅沢だと思う。クロワッサンってこう、お店のを買ってきて、こんだけ出来たてのものが食べれるってやっぱりないじゃないですか。ちょっと冷たくなって、まあお家で一回もう一回温め直しても、ここまでパリパリでっていうのはないから、もうこれこそ本当出来たての美味しさを楽しめるっていうのは、ちょっとこのお取り寄せのならではの
あの醍醐味ですよね。ここすごい口開けないと、うん、うん、このクロワッサンが家で焼けるとなんか自分パン職人になれるんじゃないかってちょっと勘違いするぐらい自分才能あるなって思うぐらい簡単なのにこんな本格的なクロワッサンが焼けちゃうんですよ。ペロリだな。もちもちしてる端っこまで。1個のサイズはだいたい焼き上がりで14センチぐらいあります。で、高さも最初の時からねちょっとぷっくり上がってくるんですよね。で、ここの断面も本当にね何層にもなっててすごい綺麗になってるんですよ。もうさすがもう職人さんがもうしっかり生地まで作ってくれた状態で届くので、でこれ焼くだけでこれだけ綺麗な層で作れるので、もうこれはね感動ものです。価格は10個入りで2050円です。この出来たてが家で食べられるのがこの値段っていうのはすっごいコスパいいと思うんですよね。まあ、冷凍庫にストックしておけばちょっとなんかブランチで食べていただいてもいいし、あとはなんだろう、お子さんいる家庭とかだともう焼いてる、一緒に焼き始めとかができるので、そういった点でもすごいおすすめです。賞味期限は冷凍で届くので2週間ほどになります。こちらのプラチナクロワッサン、実は3名様にプレゼントさせていただきます。詳細は概要欄に貼っておきます。とても人気のある商品なので、届くまでに時間のかかる場合もあるんですけれども、それでも本当に美味しいので、ちょっと待ってでもお取り寄せをする価値があるクロワッサンだと思います。購入ページと口コミについても概要欄に貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。それでは、これからも美味しいお取り寄せのパンもいっぱいご紹介していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回、ありがとうございました。